いい加減にしてほしいっす。表出てください。何してんの？暇なんで。はい。なんだお前。はい。何回目？まあ暇になった時間は。このその感じで。はい。すいません。はい、ちゃんとやってんのにさ、発注始めてんの。あー、なんか人数足りてて、はい、ちょっと早めに。人数足りてるにしてもさ、はい、そもそも時間がまださ、12時過ぎてないんだから発注する時間じゃなくない？どうなんですかね。まあその、ちょっと自分の判断で、はい、テキパキ行こうかな。その自分の判断が今まで違ってたから、こっちでこの時間以降はしないでねっていう話になってるわけじゃん。はい。でもお客さんいる中でそれをするのが違うでしょっていう話はもう何回もしてるわけでしょ。そうっすね。はい。でしょ、はい、いつになったらそれって自分の中で分かるようになるの？今酔っ払ってるわけじゃないでしょ。いやもう全然今日大丈夫ですね。もう冷めました。大丈夫だったらもうちょっと考えて行動してほしいな。すいません。時間じゃないっていうのと、ちゃんこあるんだったら行かなきゃいけない。そのだけちゃんと考えてやって。すいません。できる、はい、できます。頼むで、本当に。はい、ごめんなさい、もう。すいません。うん。はい。シャンコシャンコール。シャンパンコールや。うん。シャンコシャンコール。店長。はい。今彼は、はい。発注やってたんですか？発注やってましたね。なんかこれって、はい。1回だけじゃないですか？あ、1回じゃないですね。ここ最近ずっと多かったんで、まあもう時間決めて、この時間までは発注しないでねって話はしてるんですけど、これです。コールもそうだし、行ってないのもそうだし、まあ、別に他にお客さんもいるんで、じゃあせめてそっち埋めてるとかだったら分かるんですよ。それすらもしないで発注っていうのはまあ違いますよね。なんでマジでちょっとありえないですね。まあ、初めてじゃないっていうのもでかいですよね。何回言ったら分かってくれんのってとこなんで、ちょっといい加減にしてほしいですよ。あのさ、でもさ、アイロって3個くらいあったもんね。姫がテンション上がって、わっしょわっしょわっしょやってる時、お前ミスるの？知ってる。違うよ。すみません店長。はい。本来、はい、発注業務っていうのは何時ぐらいから始めるのが正解なんですか？まあ、うち営業時間12時なので、うん、まあ、11時50分くらいまでお客様いらっしゃったりするので、送り出しが終わって12時以降に、まあ、掃除として始めるっていう感じですかね。あ、じゃあ基本的に女の子がいる状態でやるっていうのはダメなんですね。そうですね。お客様いらっしゃる間はまずそちらを優先するっていうのが、まあ、ホストとしてなので、早くね送り出しとかが終わって12時前でもうやることないってなった場合は入ってもいいんですけども、まあ、基本的には12時以降っていう形ですかね。発注はまだしてないです。12時からね。そうです。はい。出してないです。表出てください。うん、出てください、本当に。何してんの？また発注しました。マジ？44分で。じゃあ今音楽流れ始めた。やばいって。普通に。嘘ついたじゃない。大丈夫ですか？何してるんですか？はい。うわあ。ちょっと焦ってしちゃったら、はい。いろいろ。あ、割れちゃったなこれ。ああ、やばいやばい。これやばい。あらあらあら。どうしよう。うんうん。おお。怒られても。はい。発注継続するってなかなかすごい根性ですね。まあその暇なんで、はい、自分がヘルプつかなくても、はいはい、十分回ると。回ってます回ってます。円滑に、超円滑に回ってます。はい。中根さん、はい、
颯さん、はい、また発注作業やってたんですか。やってたみたいっすね。俺見てないですけど、みんなそう言ってるんで。彼ははい、あ、そうですね、アスティを3本で、スラットを、はい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 、すいません、ちょっと一回失礼します、すいません、はい。何の電話、はい、何の電話、あ、ちょっとお客様と電話しました、はい、すいません。あ、お客さんにスラットだアスティ頼んでた。話の流れ的にちょっとそういう感じになっちゃいました。今月アスティ4本入れてもらう予定あるの。いや、ないんすけど、ちょっとそうっすね、はい、なかなか、ちょっと難しくて、はい、お前さ、はい、テンションもだしさ、はい、彼もお前が営業終了前、何ならシャンコ中に掃除とか発注始めてたっつってたから、はい、どうなんですか。まあ、若干、そうですね、はい、手止めろよ、あ、うるさい、はい、ちょっとじゃあ、ちょっと行こうよ。あ、これ、そうっすね、はい、なんだお前、はい、座れよ、はい、何回目、はい、いや、だからいいっていい、あ、いいから、私4とかさ、なんでやめない、なんでシャンコって11時からお前、はい、帰りの準備し始めてた。まあ、なんか店全体的に見たらある程度その、まあ、決まりだった時間で、このそのタイミングで、はい、すいません、で座れよお前、僕がで、あの円滑に行ったと思うんですけど、戻ってこいよ一回、すいません、ちょっと電話、はい、すごいっすね、彼取り乱しちゃって、すいません。え、ありえなくないですか。やばいっす、ハヤトさん、はい、戻ってこいよお前、話した、ね、あ、すいません、すいません、ちょっと、はい、すいません、はい、いや、お前暇がどうとか関係ないよ、やめろっつってんだからやめろよ。関係なくです、はい、どういう神経な、はい、お前マジで、はい、たまたま今日お客さん呼んで、あれも呼んだんじゃないでしょ、来てくれただけでしょ。そんな運任せなさ、集客をさ、自分の実力ですみたいな感じにしてさ、早く帰りたいからってアフターでもあんの。いや、ない予定なんですけど。家帰って何してるんですか。テレビとか、YouTube とかですかね。それを早くしたいから、早く帰るってこと、うん、できれば、そうですね、ちょっと早めに。人としてやってくるとやばいって、これ本当に。お客様がさ、15万ぐらいのシャンパン入れてさ、こうしてんなら一人だけ帰る準備してんでしょ。やばい。売上は毎日いくらい。数万ぐらいかなと思って。来てくれたらすごいと思うし、そこは評価するけどさ、お前の何倍も結果出してる従業員がいて、そいつが一生懸命接客してる中で早く帰ろうとするの違うんじゃない。何、お前ホストとしてどうなりたいとかないの。発注業者にでもなりたいの。いや、もう卒業したいですなんなら、はい、そう、卒業して発注業者を、うん、もう業者って言いますか、その 業務を、そうですね、はい、専念したいって言いますか。何専念するの。プレイヤーの主な、いつやっけ、クラスのさ、出せれたら出せたい、出したいんですけど。無理やろ、こんな考えじゃん。はい、舐めてんのか、お前、ほんとに世の中を。仕事は仕事なんだから、ちゃんとやろう。お前、発注業者なんか。まあ、まとめたらもう、結構職人で、はい、やっております。はい、職人って言いますか、まあ、その専門で、はい、プロフェッショナルで、はい、ミスなく、はい、やってますね。そう、いや、でも本当にこれ1個ミスっただけで、めちゃくちゃ言われるんですよ。発注ね。あ、そうです。はい。で、しかも、その、営業後って、もう、お酒の酔いだとかも読めなくて、まあ、日によって違うんで、で、本当に、ベロベロで、自分で、まあ、メモして読めない字とかも、こう、解読して、発注する大変さとか、あかねさん、多分、経験ないですよね、本当に。あかねさん、お店の責任者ですよね。僕も、発注の責任者なんで、対等に行きましょう、普通に。お前さ、その理論で言ったらさ、はい、今日、シャンコ中にね、はい、発注業務始めてたじゃん。はい、15万円のお金を払って一瞬のシャンパンコールにかける女の子の気持ちも理解してんのか。だから発注に例えたらあれですよね、そのスラット5種類あって2種類ないみたいな感じですよね。だからそのそれぐらいの重さって言いますか、わかりますか、はい、ないかったらダメみたいな感じで、それぐらいの重さです、ね、発注に例えたらですけど、はい、俺が間違ってんのか。正論っぽく言ってるけどさ、はい、順を追って話すと、はい、注意対策を重きを置くのもいいよ、それだけ一生懸命やるのも別にいいと思う、正しいと思う。けどさ、目の前にさ、はい、お金を使ってくれさってるお客様がいて、はい、お前は発注にしてって優先順位違うじゃん。まずは目の前にいるお客様を楽しませるのがホストの仕事でしょ。そうなんです。で、目の前にあるドリンクを発注したのが僕なんですよ。ってことはもう同じぐらいです。いやいや、同じじゃないよ。そのドリンク発注するためのお金ってお店から出てるわけでしょ。すなわちお金を使ってくれてるお客様が出てるわけでしょ、はい、そうです、うん、その発注に対して
命かけに分かったけど、その発注したドリンクを頼むためのお金って、はい、そのお客様を呼んだホストが一生懸命呼んだ、はい、その前にはお客様が一生懸命稼いできたっていう過程があるわけじゃん。ことに対してのことの重さっていうの分かるんだ。それ言ったらもうあれですよ、メーカーさんとかのサントリーさんとかキリンさんとか、あのシャンパンのブドウ農家の人とかも全部ひっくるめて成り立ってるから、みんなで話して決めた方がいいんじゃないですか。発注するタイミングをそれも含め朝まで思いっきり、はい、分かった。もうお前の言ってること全部飲み込んだ。じゃあ最終的にお前どうなりたいの？コストをまあ今はやって、うん、ちゃんと売上立ててってこと？そう、まあ、何十年とかっていうのは考えてないですけど、あ、そうですね、で数年か、まあ、まだちょっと未定なんですけど、うん、でまあ、その後に、まあ、その農家の道とかも考えてます。ブドウ農家とか、ブドウもありですけど、まあ野菜の方がいいですね、どっちかというと、はい。じゃあホストとしては一応成功はしたいんだ。あ、もちろんです、もう限られた多分期間で、はい、残り何十年もないんで。そうだね、はい、そこは分かってる、はい、ホストとしてね、成功したいんだったら掃除も大切だし、一番大切だし、はいはい、シャンパンコールも大切だし、一番は気持ちじゃん。気持ちとして女の子を楽しませなきゃいけないっていうのが一番大事なんでしょ。でもお前は掃除とか発注しちゃうことによって、うん、その女の子を楽しませるチャンスを自分から手放してるわけじゃん。言われてみれば、うん、でそこはやめようよ。俺に言ってることは理解できた？理解は今は、はい、できました。じゃあそれ掃除とか発注何時からやるの？時と場合で、しかもあと、まあ、電話つながりやすい時間とか、多分12時前とかが混んでないんで、うん、はい、それ、まあ、11時50分とか45分とか、はい。12時前からやるとかで言ってたけどさ、今12時10分。12時10分？あ、やべえな。押してる押してる押してるわ。やべやべやべ。はい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 、わかりました。やばい、テンパっちゃうんだ。急げ急げ急げ。OK、みんな。お前話は。あ、はい、後日お願いします。はい、失礼します、ちょっと。頼むよ、みんな。あれ、やばいっすね。一言で言ったら、俺の今の気持ちは無心です。彼がクビになるのは近いですか？多分ですけど、お前何やってんの？はい、ああ、なんで、何やってんの？あ、ちょっと時間押してて、今、はい、え、俺の今日言ってること分かった？はい、俺の言ってること分かった、今日。はい、もちろんです。農家とかは、まあそんなにあれですよね、なんか、あれでしょ。はい、もう95%は分かりました。あとの 5% でちょっと足りてなかったらまた後日、はい、しっかり話して、はい、改善しますね。多分ですけど、クビって伝える話すらできないんじゃないですか。確かに。何を言ってるか分かりました？分かんないっす。怖かったっすよ、本当に。ブドウ農家とか言ってましたね。今もなんか綺麗さっぱりドリンク詐欺だけでしょ。彼はホストというよりも掃除に命かけてるんですね。めちゃくちゃ早く帰りたいんでしょうね。彼にかける言葉はもうないって感じですか？彼にかける言葉ですか？何も言わないから、せめて営業時間は営業時間の仕事しようよってことは伝えたいですね。12時になったらどれだけ急ごうといいんで、早く帰りたいんで。最低限ですね。そうそう、あとはもうブドウ農家、あの、いや野菜農家か、頑張ってください。手帳。はい。彼は、はい、今日言われたことを、はい、治ると思いますか？いやわかんないですね。結構言ってきてるんで、で結果ね、まだこんな感じなんで正直わかんないですけど、掃除とかっていうのは、まあ、基本的に売り上げない子たちがやるような仕事なので、まあ、ここに精出すっていうよりも、まあ、女の子に、まあ、時間使ったりとか向き合ってもらって売り上げ上げる方で頑張ってもらえたら嬉しいんですけどね。はやてさん、はい、はやてさんにとってホストとは何ですか？ホストとはもう発注です。発注です。発注でございます、ね、はい、即答ですけど、はい、本当に